エドガー・ホイヒティンガーは、ドイツの軍人。最終階級は中将。第二次世界大戦末期、いくつかの軍規犯から、帝国軍事法廷により降格及び死刑が言い渡されているが、2008年に成立した、包括的名誉回復法案においてこの、有罪判決は取り消された。戦後は、ソビエト連邦のスパイとして活動し、西ドイツの軍事情報を流出させた。 ドイツ帝国のメッツに音楽家の息子として生まれた。ギムナジウムを卒業後、1907年にアビツーアに合格。同年、カールスルーエにて幼年学校へ入学し、後にダイリヒターフェルでの高級士官学校で教育を受けた。ここで彼は命知らずな性格と類いまれな軍事的才覚を発揮したという。 1> 第1次世界大戦勃発直後の1914年8月7日、彼は主幹候補生として第14バーデン不法兵連隊に配属され、前線に向かった。1915年8月18日、少尉に昇進する。その後の数年、彼はロシアやフランスで戦い、シェマンド・ダーム戦線におけるベルダンの戦いやソンムの戦い、エーヌの戦いなどに参加した。 1917年9月には、第212都方兵連隊に配属され、同連隊の一員として、敗戦を迎える。第一次世界大戦終結後、ドイツ帝国陸軍及びドイツ帝国海軍は解体され、1919 19年3月6日に、国軍省及びワイマール共和国軍が設置された。1919年3月21日、 ホイヒティンガーは、ワイマール共和国陸軍の第13砲兵連隊に復帰する。その後数年、彼は日常業務のつたなさを指揮官たちに指摘され、いくつかの部隊をたらい回しにされた。1920年10月1日に、第25狙撃兵連隊に配属された後、早くも1921年1月1日には、第13ビルデンベルク不評連隊に転属している。 さらに1921年10月1日には、第5砲兵連隊へ転属し、その3年後に、第2砲兵連隊アーティルーリーレジメントに落ち着いた。1925年4月1日、中尉に昇進する。1929年2月2日から、彼は、第7砲兵連隊アーティルーリーレジメントにて、中隊長を命じられた。1929年11月1日、 大尉に昇進。1934年10月1日、第10方兵連隊にて中隊長を務める。1935年1月1日、ユーターボークの野戦砲兵学校で共同連隊の教官を務める。同年11月1日、少佐に昇進。彼は、優れた軍歴を持つ軍人の一人として、国家社会主義ドイツ労働者党から、 ドイツ国防軍の設置を宣言する党大会への参加を依頼された。また、1936年には、第11回夏季オリンピック組織委員長を務めた。1937年10月1日、第26不評師団、第26砲兵連隊第3大隊長に任命される。1938年8月1日、中佐に昇進。 1939年8月26日、第227不評師団、第227砲兵連隊長に任命され、ベルギー及びフランスにおける戦闘に参加する。1941年8月1日、大佐に昇進。1941年10月までフランス領内で駐屯した後、彼は東部戦線へと送られた。北方軍集団にて彼は、 持ち前の組織力を発揮する。散在していた廃山兵と六角兵器を再編成して戦闘部隊を構成しソ連軍の包囲を脱出させたのである。1942年11月27日、彼は英戦闘団指揮官としてトゥーロンのフランス艦隊脱出を目的としたリラ作戦に参加した。1943年4月7日、 第931機動砲兵大隊の指揮官に任命された。その数ヶ月後、いくつかの部隊と路角兵器により新たな手段が編成され、第21装甲手段と名付けられた。ホイヒティンガーは予備役期間中に民間企業の技術者として働いた経験を生かし、パリにて路角されたオチキス H35 のシャーシにドイツ製の火砲を搭載した。 独自の突撃砲やロケット砲車を開発したという。この新兵器開発は、相当アドルフ・ヒトラーが評価するところとなり、彼自身に手段が与えられることとなった。1943年8月1日、彼は少々に昇進するとともに、第21装甲手段の手段長に任命された。師団長に着任したホイヒティンガーは、部下や上司、また、他師団の司令官から、 しばしば悪評を買っていた。彼は、ナチト洋人との友好関係に基づく報奨として、総合師団の師団長に任命されたのであり、第一次世界大戦から通じて、公平化将校であり続けたフォイヒティンガーは、総合部隊を率いた経験など一度もなかったのである。師団の近代的な通信システムの編成などに、持ち前の優れた組織力を発揮したものの、 やがて自らが師団長に適さない人間だと自覚するようになる。訓練や指揮を各連隊長に一任し師団長の責務をすっかり放棄したフォイヒティンガーはパリにこもりきりとなってしまった。1944年6月6日から始まったノルマンディ進行において第21装甲師団は連合軍の上陸地点近辺に展開する部隊の一つだった。 ところがこの日もフォイヒティンガーはパリに滞在しており、シダン司令部には愛人だったハンブルク出身の女優を連れて現れた。数時間遅れで到着した、彼はカーン及び海岸線を攻撃するように命じたものの、連合軍の空爆と艦砲射撃に阻まれ、部下の連隊長の進言により攻撃は中止された。カーンの戦いで、シダンは大量の兵員と物資を喪失した。 それにもかかわらず、ホイヒティンガーは1944年8月1日付で中将に昇進し、8月6日には騎士鉄十字章を受けた。ファレーズ包囲戦で大打撃を受けた第21装甲師団は、包囲を逃れた廃山兵をもって、ドレーヌにて再編成された。ついで起こった防樹山脈の戦いの後、ホイヒティンガーは、我々は重砲及び戦車砲を用いた。 短時間の集中射撃を行い、40以上の敵戦車を破壊したと報告した。ところが、実際には、ほんの1ダース程度の戦車を撃破したに過ぎなかったという。また、多くの総工部隊指揮官と異なり、パリにこもったホイヒティンガーが最前線を訪れることは、ほとんどなかった。こうした手段における振る舞いや、生活習慣は、後の裁判にて、ハンスフォン・ルック大佐など、 敗下の将兵が彼に不利な証言をすることにつながった。1945年1月、師団がウンダーリンの激戦に参加している最中にも、かかわらず、フォイヒティンガーは愛人と歌手官3名を率いて、セレの高級ホテルに宿泊していた。1945年1月5日、地元住民の通報を受けた帝国軍事法廷によって、フォイヒティンガー一行は逮捕された。 ホイヒティン側は、毛皮の違法取引、敵前逃亡、陸軍財産の横領、南米の愛人への軍事機密漏洩など、多くのユダヤ敵をいの罪で起訴された。1945年3月19日、帝国軍事法廷は、ホイヒティン側から、すべての軍将及び気象を剥奪し、法兵か二等兵に降格した上で死刑を宣告した。百四十五年三月二日、 ヒトラーは、フォイヒティンガーの前線復帰を認める。彼は、砲兵下に当兵として、ゼローコーチに駐屯する、第20装甲的弾兵士団に出頭することになっていたが行方不明となり、1945年4月12日から、士団及び野戦憲兵隊によって捜索が開始されたものの、発見されなかった。前線を離れ、ゼレキンの農家に潜伏していたフォイヒティンガーは、 1945年5月29日に、召喚の制服に着替えた上で、ドイツ陸軍中将として、英国軍に投降した。その後しばらく、英国軍管理課のトレントパーク捕虜収容所や、米軍管理課のアレンドルフ捕虜収容所などいくつかの捕虜収容所をたらい回しにされる。アレンドルフ捕虜収容所では、共に収容されていた他の将軍たちから、 彼の敵前逃亡に対する暴力的な抗議を受けたという。1947年8月23日、最後の収容先であるブッパータール刑務所から釈放された。実際の罪状はどうであれ、帝国軍事法廷がホイヒティンガーをユダヤ的行いの罪名で裁いていたため、彼はあくまでナチ側の正義による不当な裁判の犠牲者、すなわちナッチに対する 傾向者を装った。釈放後、元陸軍中将として、ブレーマーフルカン造船所などいくつかの企業に役員として迎えられ、さらに金持ちの未亡人と結婚し、重工業界で鉄鋼製品取引を手掛けるようになる。1953年5月、フォイヒティンガーは、クレイフェルト駅で見知らぬ男に出会い、一束の書類を渡される。 それは1945年4月12日からの創作の折野戦憲兵隊が作成したホイヒティンガーの指名手配書であった。見知らぬ男はまた自分たちが軍事情報を欲している旨を伝え、協力が得られなければこの文章を公開すると、ホイヒティンガーを脅迫した。敵前逃亡や横領など、軍人として不名誉な行いが明かされ、汚名を負うことを恐れたホイヒティンは、 こうして、ソビエト連邦の情報機関、参謀本部情報総局への情報提供を約束し、ベルリン、パンコーのグラニッツ通り44番に住むパウルクトを名乗る男へ情報を渡し続けた。軍事情報を得るべく旧ドイツ国防軍の将官たちとの接触を求めていたホイヒティンガーは、西ドイツにおける再軍備政策の中心的な人物であった。 アドルフ・ホイジンガー・モトリック軍大将やハンス失敗出る、モトリック軍中将に接触する。1955年11月13日、国防大臣、テオドール・ブランクは、申請なったドイツ連邦軍の高級商工名簿を発表したが、ホイヒティンガーは、より早くこの名簿を入手していた。この時期、ホイヒティンガーは、連邦軍と政財界のパイプとして、精力的に活動した。 彼は多くの部隊を訪問したほか、国防省にも出入りするようになった。この折、古い友人であるカール・オット・ホン・ヒンケル大との再会を果たす。当時連邦軍陸軍大佐だったヒンケル大は、ホイヒティンガーが、デュッセルドルフの第26不評師団、第26砲兵連隊第3大隊で勤務していた頃の副官だった。ヒンケル大の信頼を得たホイヒティンガーは、 1944年と現在の比較に基づく軍事情勢の研究を行いたいと持ちかけた。ヒンケル大は核戦争や空挺作戦の戦術に関連するものなど連邦軍の機密文書を多数フォイヒティンガーに閲覧させた。さらにフォイヒティンガーは空軍のベルナー・パニツキ将軍と交流を持つ。パニツキは1958年1月10日から 初代全軍式幕僚幹部幕僚長を務め、後に空軍総監となる人物であった。多くの国防省重鎮の地規となった。彼はやがて省内に長期間滞在する許可を得た。彼はまた研究を行う際、ヒンケル大が不在であることにこだわったという。彼が西ベルリンで入手したマイクロフィルムは3ヶ月ごとに彼の元を訪れる国家人民軍のブラトレン。 ミハイロビチ・ミハイロフ少佐へと手渡された。ミハイロフはこの諜報任務の指揮官で、彼らの会見は、東西ドイツ間の石油取引に関わるビジネス上の旅行として巧妙に偽装されていた。また彼の家族は何も知らぬまま彼を助け続けていた。ママ娘は秘書としてパリの北大西洋条約機構本部に送り込まれ、義理の息子は文章の複製に協力した。 歴史研究を担当していたあるナトー将校は1956年6月頃に1944年のカーンにおける戦いについて彼に教えを壊われたという。彼はこうした将校との会話から得た軍事情報を漏らさずグラへと伝えた。ホイヒティンガーはおよそ7年の間に約1000通の機密文書を流出させた。1960年1月、彼は ベルリンでの会談を終えた直後、電車内で脳卒中に倒れた。電車は最寄りのベルリン動物園に駅で停車し、彼はすぐさま病院へと運ばれた。彼は電話で妻に病院にいる胸を伝え、1月21日に死去した。1961年5月、ミハイロフはフォイヒティンガープ人に接触し、ヒンケル大とのつながりを引き継がせようと試みた。 1961年6月、ミハイロフは東ベルリンカールスホールストのグラ支局に、ホイヒティンガー夫人を呼び出した。ミハイロフはフ、ホイヒティンガーとグラの関係を明かした上で協力を要請したものの、夫人はこれを拒否して帰ってしまった。1961年11月24日、ミハイロフは、東独市民の救主として、ヒンケル大の元を訪れ、脅迫の下に協力を強制した。 不安に思ったヒンケルダイがこれを上官へ報告したことで事件が明らかになり、軍事保安局はヒンケルダイをキ運ンと共に逮捕したのである。1962年12月、ヒンケルダイはカールスルーへの連邦裁判所にて、軍機犯の罪で禁錮6ヶ月の判決を受けた。ありがとうございます。